Talk to Acer。ワンツーエイサー、この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで。ファックスナンバーは 098-934-8653 番です。そしてエイサーやのフェイスブックでもメッセージを受け付けております。皆様からの貴重なご意見をお待ちしております。ワンツーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサーやの提供でお送りいたします。今週のお相手は FM 小座めぐみと、おはようございます、最近ポケモンにハマってる島袋と早速ゆうこです。2人ともね、おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。この2人のタッグは初めてかな。今日は自分があのピンチヒッターで行きました。あ、そうなんですね、はい、はいはい、よろしくお願いします。よかったよかった、今日2人で。先週は竹内さん1人だったから。あ、そうなのそうそうそうもうね、うん、2人しかいないからって言って、エイサーヤがそれで1人で来てもらって、たまに1人が好きだからさあそこ触れないでこうかなじゃあ今日は2人ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速じゃあ、はい、コーナー行きましょうかね。はい、お願いします。はい、エイサー豆知識のコーナーでーす。はい、じゃあ今日は僕から。あ、はい、よろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、はい、ちょっとエイサーについてではなくて、うん、僕たちが、うん、まあ、やってる授業体験メニューについていろいろちょっとご紹介したいと思います。テーマは、まあ、エイサーや、業務紹介、はい、まあ、体験メニューについてっていうことなんですけれども、エイサーやの方では、うん、今年度より新たに、まあ、エイサーを通した沖縄の文化、はい、また芸能に触れることができる体験メニューを新たに4つ、うん、4つも、はい、うん、作りました。はい、で、そこで、まあ、今週はその体験のメニューを紹介しようかなと思っております。はいはい、まず1つですね、これも大人気 の商品を使った体験なんですけど、はい、クラフト締め太鼓製作体験ということで、段、うんうん、ボール製のキットを使用して締め太鼓製作を作るという体験なんですけれども、うんうんうん、まあ、本物の締め太鼓を同じような締め方で、まあ、ほぼ同じような締め方で体験ができて、まあ、リアルなクラフト締め太鼓というか、また締め太鼓を製作することができますということで、段ボールなんですけど、うん、結構面がしっかりしてて、うんうん、相当強く叩かない限り面は あまり壊れないかなと。逆にバチの方がもう折れてしまうっていう。そんなに、バチから全て持ち手まで全部段ボール製ですので、はい、そうなんだ。これがもうとっても大人気なんですよ。大ヒット商品です。すごい、はいはい、締め太鼓ってあんまりもともとどういう作りでなってるのかっていうのはね、うん、あんまりわからない人も多いと思うんですよね。まあ、それはまあ簡単に、うんうん、まあ、夏休みの工作としても作れますし、うんうんうん、いろんなところで。夏休みか、はい、保育園とか ね、 いいね、幼稚園とかでも運動会でもやろうと思えばできますし、本番仕様っていうことでやってもらったら一番いいんじゃないかな。結構音もしっかり出ますので。ああ、はい、いいですね。はい、で一応料金の方がですね、お一人が、はい、1620円、はい、でエイサーの方でご体験しますので、うん、定員の方が1名から5名まで、うん、で、まあ、大体所要時間は大体60分、まあ、1時間ですね。 お父さんお母さんなんか、まあ、夏休みの工作にぜひ体験、ね、いいですね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。4つあるんで一気にバーっていきましょうね。はい、いきましょう。次、瓶型瓶型です。瓶型、はい、沖縄市の人気エイサーキャラクターエイボー、エボ、はい、エボをモチーフに沖縄の伝統的な染め物技法である瓶型の色付け体験と。すごい、はい、こちらもですね、夏休みの工作ではいいかなと思います。沖縄市のね、うん、
自分が好きな色を、まあ、塗れるっていうか、まあ、ちゃんとあの色は決まってるんですけど、あモデルみたいなのはいるけど、しっかり、まあ、瓶型の体験もできるということですので、素敵、ね、あのぜひこちらの方も活用していただきたいなと思います、うんうん、こちらの方も料金はお一人まあ1620円で、はい、定員がまあ1名から5名まで、うんうん、1名から参加できますので、はい、いいですね、はい、1人からもできるっていうのはね、で、はい、で、うん、あとまあ所要時間が45分から60分程度ということになってます、うんうん、ただこの、瓶型に関しては、はい、あの希望日の体験希望日の2週間前までに受付が必要になりますので、はい、うん、2週間前までですね、はい、だからその、うんうん、申し込み、はい、受付っていうのをしっかり2週間前にしていただきたいなと思いますので、はい、まだまだ夏休み始まったばかりなので、そうですね、よろしくお願いします、はい、2週間ですからね、はい、はいはい、続いて三線演奏、はい、はい、エイサーに欠かすことのできない楽器、うん、ね、その三線の演奏体験で沖縄ならではの、まあ、心地よい三線の音色を、まあ、体験しましょうということなんですけれども、これは演奏ができるってことですね、そうです、演奏を、はい、一緒にやるって感じで、まあ、本当に簡単な、うんうん、あのがっつり民謡ではなくてキラキラ星とかね、うんうん、みんなが分かるような曲を、はい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 、チョイスして体験簡単にできたらいいなと、うん、空空詩の読みながら見方からも感じですか、そうそうそう、いいですね、はい、ぜひこちらの方も、うんうん、体験していただいかがでしょうか、あ、いいですね、はい、で料金も先ほどと同じでお一人1620円、はい、で定員がまた1名から5名まで、うん、で所要時間は大体45分ぐらい、うーん、考えてますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、であともう一つですね、はい、管から三線制作、うん、まあ、どんな時でも歌三線の心を忘れなかった、うん、うちなんちの戦後復興の象徴でもある管から三線、うん、ね、うん、もう有名ですね、戦後ね、はい、三線っていうのはなくなって、はい、でも三線弾きたいなということで、カンカラ三線を作った人たちが、ね、うんうん、いるということで、はい、まあ、その専用キットを使用して制作する体験なんですけど、うんうん、まあ、三線が出来上がったら、まあ、簡単な演奏体験もして、おお、このカンカラ三線で演奏をしながらということですね。これが、うんうん、まあ、本物の三線とはちょっと音は違うんですけど、うんうんうん、やっぱ戦後ね、最初この三線使って、いろいろ、うんうん、みんな頑張ってきたんだよっていう、はいはい、まあ、体験しちゃいかがでしょうか、はい、ということですね、はい、で、こちらがA プランと B プランってあって、はい、まず制作と演奏体験のみだけだったら1620円で体験できるんですね、はいはい、で B プランでこの A プラン制作と演奏体験のみ、うん、プラス、はい、管から三線の、まあ、購入までできると、おこちらがまあ5260円になってちょっとなるほどね、はい、値段的にはおっってなるかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、まあでもね、三線も持って帰ってね、家でやっても楽しいかと思いますのでね、面白いと思いますよ、うんうん、でこちら定員が1名から4名で所要時間もだいたい45分から60分ってなってますので、はい、まあ、だいたい1時間程度で終わると、うん、いうことになりますね、うん、なるほど、はい、ぜひこちらの方も盛りだくさんですね、はいはい、これももしできるんだったら夏休みの工作に、はいはい、ねえ、本当に自由研究みたいな感じでもね、そうそう、はい、いいかもしれない、学校に飾れるけどね、一応そうだよね、そうだよね、心配なんだけど、そうだよね、展示された時にね、はい、だから10月くらいに返してくださいってもう返品お願いしますっていうそれを前提にね、はい、よろしくお願いします、はい、で最後ですね、はい、もちろんこれはもう外せないでしょう、はい、エイサー体験、はい、はい、エイサーの町沖縄市ならではの、まあ、大太鼓や締め太鼓を使用した本格的なエイサー体験ができますということで、はい、まあ、料金が、1名から14名までは2700円ですね、これ税込みになってます、はい、で、15名以上は団体割引があるということですので、こちらの方はまた料金はまあ、相談になりますね、はい、いろいろ予算の都合とかあると思いますので、うんうんうん、はい、なるほどなるほど、で、まあ、所要時間はだいたい60分、はい、こちらの方も希望日の2週間前までにはしっかり申し込んでいただきたいなって思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、長いよ、またすべての体験メニューに関しては事前に問い合わせ、うん、申し込みが必要なので、はい、この辺をちょっと注意していただきたいなと、そうですね、はい、さっきも話したように、はい、特にエイサー体験と瓶型は2週間前、ね、そうですね、2つの
注目はね、はい、そうです。で、はい、お問い合わせ先は 098-989-5066 エイサーヤまでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、エイサー体験以外は、はい、あのコザミュージックタウン1階にあるエイサーヤで体験できますので、ぜひ皆様夏休みを利用して体験しに来てください。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、バーって言いました。バーって言いましたね。まずはね、この体験しっかりできるようになりたいなと。はい、そうですね、はい、もうエイサーに関するね、エイサーヤでもまた新規の、うん、体験メニューがどんどん増えてくると思いますので、あ、楽しみですね。はい、夏休みに向けてもね、はい、はい、いろいろ楽しんでもらえるメニューとなってますのでね、はい、はい、ぜひお問い合わせお願いいたします。お願いします。はい、ね、時間も過ぎていきますので、はい、早速ね、また次のコーナー行きましょうね。はい、はい、エイサー Q&A 目指せエイサーウェイ方中級編。よし、よし、よし。俺のところ取り寄った。はい、では続いてよろしくお願いします。はい、はい、あのもうね受けるでしょ特急ね。というわけで、うん、まあ、特急に目指して皆さん今回はですね、はい、目指せウェイカーエイサーウェイカーた中級編ということで、はい、ツイキャスの皆さんも参加お願いします。はい、じゃあ早速問題です。チャラン、ででん、終戦直後物資のない時に沖縄の人々は〇〇を利用した銅で三線を作った。はい、1空き缶、2ヘルメット、3漢字がわからん砲弾、4ダンボール。さあ、これさっきでなんか出てきたような希望しなくもないですよね。まあ、まず3番の砲弾はないでしょうね。多分呼び方が分かってないってことはね。はい、分からないよ。分からないか。そうですか。うん、あ、分からないかもしれない。そうそうそう。え、それ使ってとか分かんない？あ、そうかもしれない。分かりました。でももう、皆さんどうですか、スイカスの皆さんは。もう、キハルが最初答えを説明したからね、最初ね。そうですね。もう、優しい優しい。話聞いてたらね、聞いてたらね、もうすぐ分かりますよね。はい、分かります。あ、マサさんがね、1番で来てます。もうすぐ、1、ファイナルエイサーってもうすぐ来てますからね。はい。ってことで、私もう乗っかるわけではないんですけども。ナチ1。ナチ1。はい、ということで、1番。はい。ということで、空き缶をお願いしたいと思います。ファイナルエイサー？ファイナルエイサー。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。はい、お願いします。お願いします。正解です。さすがマサさんも、はい、ありがとうございます。まあ、先ほど、はい、あの木原から体験の説明でもあったように、はい、終戦直後物資のない時代に空き缶やあので銅を作ってパラシュートの紐で、うん、あの三線の弦の代わりにすごいですよね。こういう風に、ね、三線を作り演奏していったっていう、うん、話です。すごい昔の人はいろんな、ねね、工夫というかね、そういう知恵がね、はい、楽しいですね、こうやってね。マサさん、おめでとうございます。おめでとうございます。よかったよかった、イエーイ、さすが、さすが、よかったです。ということで、はい、もう残りがあと1分半ですので、はい、まあ、軽くインフォメーションありますかね。はい、はい、はい、うん、まずは、はい、今週土曜日最後のエイサーナイトです。今年度最後の、もう最後なんですね。はい、7月30日土曜日、コザミュージックタウン音楽広場で、はい、夜7時半からスタートします。出演団体が沖縄市の松本青年会、中野町青年会、照屋青年会、大和青年会です。はい、で今週日曜日はコザエイサー祭りがコザ中学校グラウンドで、はい、夕方4時頃からスタートしますので、皆さんお時間ある方は遊びに行ってください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、へー、疲れたね。一気に一気に喋りましたね。はい、はい、じゃあ残り ね、 はい、ちょっとインフォメーションも少しちょっとね、うん、残ってますけども、はい、あとは後半で紹介していくと思います。はい、メッセージもねいっぱい来てるんですけど、後半で紹介したいと思います。はい、じゃあエンディングですね。はい、ワンツーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサーヤの提供でお送りいたしました。お会いたい FM 小座めぐみと、どうもポケモンを拾った島袋ピアルとキャルを拾った優子です。マジか。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそれではまた来週お会いしましょう。はいはい、せーの、エイエイボー。
縄市エイサー会館準備室